はい。今日の一問一答ですね。福祉サービス分野。地域密着型サービスという単元になります。認知症対応型共同生活介護について、次の記述は正しいか誤りか答えよ問題。事業者は食材料費、利美容代、おむつ代を利用者から受け取ることができる。事業者は食材料費、利美容代、おむつ代を利用者から受け取ることができる。とありますが、これはその通りで丸。 になります。グループホームは、まあ、食費であるとか、家賃であるとか、利用代、おむつ代ですね。こういったものを利用者さんから受領することができるということになっております。まずポイントなのはおむつ代ですね。おむつ代が保険給付の対象のものとそうじゃないサービスがありますから、ですそでその違いを抑えておくっていうことがポイントになりますね。で、おむつ代の保険給付対象サービスっていうのは、入所サービスになります。入所という言葉がキーワードになります。 で、これは三つあります。一つが介護保険施設。そしてもう一つが地域密着型の介護老人福祉施設。まあ、いわゆる地密特養と言われるものですね。そしてもう一つが短期入所の2個ですね。この三つです。介護保険施設、地密特養、短期入所の2個。短期入所2個っていうのは短期入所生活介護と短期入所療養介護ですね。これが入所というキーワードで、えー、あの、思い出すべきものというものになりますので、この三つを押さえておくといいですね。これがおむつ代が保険給付の 対象のものですねでもう一つ、おむつ代が保険給付対象となっていないものときたら、これは入居になります。入居サービスですね。入所じゃなくて入居サービス。で入居サービスで連想すべきものっていうのは3つあるわけですね。1つが特定施設。1つが地域密着型の特定施設。そしてもう1つがグループホームですね。 特定施設、緻密特定施設、グループホーム。この三つは入居という言葉を使うわけですけど、これはおむつ代が保険給付の対象とはなっていないということですね。この違いを押さえておくといいかなというふうに思います。で、食材料費というふうにありますが、食費や居住費、うん、あるいは滞在費、あるいは入居でいうと家賃と言いますけれども、この食費や 居住費、滞在費、家賃といったものは、これは全額自己負担が原則となっておりますので、これはもう入所、入居問わずですね、すべて全額自己負担が原則となっていると、保険給付の対象ではないというところを押さえておくといいですね。で、もう一点だけ言うとですね、おむつ代が保険給付の対象サービスっていうのは、実は特定入所者介護サービス費が給付対象のサービスと全くイコールになっているんですね。 特定入所者介護サービス費っていうのは何かと言ったら、まあ、低所得の方がまあ施設に え、短期入所あるいは長期入所すると。その場合に、食費や居住費について介護保険から一部補足しますよっていう、そういうような仕組みがあるんですけど、これを特定入所者介護サービス費というふうに言うわけですね。で、この特定入所者介護サービス費が対象となっているサービスっていうのが、おむつ代が保険給付対象となっているサービスと全くイコールであると。つまりは入所というキーワードで、ま代表される3つということですね。介護保険施設と、緻密特用と、短期入所の2つ。 短期入所生活介護、短期入所療養介護ですね。これも合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、認知症対応型共同生活介護について問うている今日の問題ですが、事業者は食材料費、利用代、おむつ代を利用者から受け取ることができるというふうにありますが、これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。